皆さんこんにちは、こんにゃんです。今回は僕がいつも撮影などに使用している機上紹介をしていきたいと思います。一部商品名などがわからないようなものもあるので、そこだけは注意してほしいなと思います。最近かなり登録者数など増えてきているので、ぜひ初見の皆さんもチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではやっていきたいと思います。まず右側の方から紹介していきたいと思います。こちらのペンスタンドはセリアの方で購入いたしました。自分のお気に入りのペンをだいたい12本ぐらいまでしまうことができて、さらに下に消しゴムをしまうこともできるので、かなり便利かなと思っています。そして見栄えもいいので僕はこれを使っていますね。上段から入っているペンはステッドラーの92525、92535、三菱鉛筆ユニのアルファゲル、ペンテルのサラサグランド、もう一つ下の段に行きまして、コクヨのミストラル、ボールペンとシャーペンです。ゼブラさんのシャーボ X、 ラミーのアルスターです。さらに下の段に行きまして、ゼブラのデルガードタイプ LX、 5周年記念モデル、ペンテルのオレンズネロ 0.3mm、 プラチナ万年筆のプロユース171マットブラック 0.3mm、 ゼブラのフィラーレウッドツイスト式です。消しゴムは無印良品プラスチック消しゴム黒固め、コクヨのリサーレです。続きまして真ん中のペンの箱の紹介に行きたいと思います。右側に見えるのがロットリング600が入っていた箱です。そして一番下の銀色の箱はラミーアルスターが入っていた箱です。そして真ん中の金色の箱はカベゴスペシャルペンシルブラスが入っていた箱です。そして左に3つ連なっている箱はオレンズネロ 0.3mm が2個、プロユース171が1個です。オレンズネロがどうして2個あるのかというと、一度盗まれてしまったのでもう一度買い直した時の箱です。そして気づきづらいですが、ここの中にパイロット S20 が入っていた箱があります。個人的にこのペンの箱の収納の部分はこの机の上で一番気に入っています。最後にペンの収納部分です。こちらは商品名などわからないため、その辺の説明は今回は省略させていただきます。下には蛍光ペンやマーカーペンを中心に入れています。真ん中の段はサラサのボールペンを入れています。一番上はとてもごちゃごちゃしていますが、使わないボールペンや使わないシャーペンなどたくさんのものを入れています。最後にちょくちょく動画に出てくるこいつらについて紹介していきたいと思います。こちらの波型のペンスタンドはダイソーの方で購入いたしました。大きめのダイソーにしか売ってないかもしれませんが、この波型のどこへ刺してもいいようなペンスタンドが僕は気に入っています。ぜひダイソーに行った際は探してみてください。そしてこのペンスタンドは僕が自分で作ったものです。ここにお茶でも入れて飲もうかなと思っていたのですが、よくよく考えてみればペンを入れた方が使い勝手がいいなと思ったので、今はそのようにして使っています。いかがでしたでしょうか。今回は機上紹介をさせていただきました。これからもどんどん機上は進化していく予定なので、また機上紹介ができたらいいなと思います。もしこの動画が良かったと思っていただければ、チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。それではまたいつかの動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。